おはようございます。釣り子 TV です。これ最近ね、作ったこれね、ベイトロッドね、手作りでね、自分好みのベイトロッドを作ろうっていうことで、チタンのトルザイトガイドを先端まで使って、それでちょっと強めの調子でね、で、あとはこのグリップ部をね、脇で抱えられるようにちょっと長めにこさえてみたよっていうね、だいたいそうですね、大きめのペンシルベイトを気持ちよく一日中疲れないで投げ続けるために、作ったベイトロッドなんですけども、これがね非常に具合が良かったんで、もうちょっとね違う番手で、似たようなね竿をねまた作ってみようっていうことでいろいろ買ってきてみました。まずねこれがねブランクス部分ね、こういう感じでね、ネット通販でね、サクッと買うことができるんですけど、ガイドも何にもついていないですね、ブランクス部分で、これがですねバットの方でジョイントしてですね、グリップ部分とブランクス部分っていう感じでね、こういうね2つね、パーツが分かれているんですけども、まずこれがブランクスね、でこれにつけていく、ガイド類ですね。はい、ガイド類はこんな感じ、通販で買ったのもあればちょっとね足りなかったところは、お店で買ったりしてですね、揃えてみました。で、前回はですねチタントルザイトで、めちゃくちゃ軽量に軽量にっていう感じで仕上げてみたんですけども、今回はねちょっと変えてみて、これはですね全部、ステンレスフレームの SIC のモデルですね、富士工業の、ステンレス SIC、これにしてみました。トップガイドまでねあの SIC にして、その軽さギンギンにね、求めた、最初のモデルとはね少しね趣向を変えて、なんだろう、このガイドの重さによってもブランクスを曲げ込んでいくっていうのがどういう感じなのかね、自分で実際に組んでみて、試してみたいなっていう感じで、はい、こんな感じですね。まあでも今のねこの SIC ガイドもね非常にね、以前のものに比べると、形状が少しね、変わって SIC なんだけどももうめちゃくちゃ軽いっていうね、こういう仕様になっているんで、自分の最近のお気に入りの売っているねブラックバスの竿なんかも SICS とかねが搭載されてるよっていうことで、全然ね軽いんですよね。だから今回はですね、ステンレスフレームの SIC っていうね感じにしてみました。これを例えば、チタンのフレームの SIC とかね、まだね選択肢はいろいろあるんですけども、今回はねこういった感じで揃えてみましたよ。でこれがガイド類で、あと、グリップ部分ねまた作るんでいろいろ買ってきてみたんですけども、まあこれね EVA、ストレートグリップね、こんな感じで準備はしているんですが、せっかく自分で作るんだからっていうことで今回こういうのもね準備してみましたよ。ジャストエースのですねコルクグリップっていうことで、このねグリップだけでね3400円ぐらいするんで、やっぱりねこういった、コルクの方が若干高いかなって印象はあるんですけども、まあねコルクグリップね、気分が上がるじゃないかなと思って、まあこれはねまあどちらでもって感じなんですけど、まあ今回はね、このコルクグリップで、ちょっとグリップを作ってみようかと思います。で、それに合わせるリールシートは、はい、リールシートはこれですね、あの富士工業の、スタンダードトリガーシートって書いてありますけども、大好きな TCS の形で、でここがね16っていうサイズのものね、これを買ってみました。自分手がね比較的、小さめなんで、このね前回もこの16っていうサイズで作ってみたんですけども、非常にしっくりきてね、手が疲れないっていう感じだったので、今回もねこのリールシート部は、こういった感じで準備してみました。ここら辺はもう本当握り方とかね、
そのなんていうかね、指の置き方とかで人それぞれだと思うので、まあ、こんなところも自分で竿を作るってなるとお気に入りのね、もので仕上げられるんでいいですよね。はい、でね、これがね、グリップエンド部分ね、ジャストエースのものを準備してみました、550円っていうことでね、圧縮コルクのですね、こんな感じのでね、準備してみて、それと、こんな感じね、これちょっと2個入っちゃってますけども、まあね、なんだろうか、ちょっと出してますかね、これね、これにこういったジャストエースのこういった部品をね、つけることによって、なんだろうか、このフード部分っていうんですかね、作ろうかなということで、ジャストエースのね、こういう部品買ってきました。あとはね、これいろいろ入ってるんですけども、こんな感じでね、これはちょっとした飾りですね、その本当、微妙なところですけども、こういったところね、ここにこう赤が入っていたり、ここにね、この銀色が入っていたり、今回ね、ガンメタなんかも準備してみたんで、こういう感じのね、部品ね、これと、あとはワインディングチェックですね、こういうものがあります。まあ、これはですね、なんと言ったらいいですかね、またこの例、ここですね、ここね、ここがカーボンむき出しでも全然いいんですけども、なんかこういったワンポイントでね、メタルパーツを入れることによってちょっとね、締まった感じにならないかなっていうことで、ちょっとこれとは違うかな、ジャストエースのガンメタのものみたいなものを、準備してみました。はい、というわけで、こういった各部材のものを、まあ、接着剤とかでね、組み合わせることによって、ちょっとお気に入りのね、グリップ部分を作ろう。ね。あとはブランクス部分も、この、今回試してみたいガイドを使って、やっていこうっていうね、こういうことですね。はい。これね、ステンレス SIC のガイド。これで今回ね、餌を作っていこうと思うんですけども、このガイド単体で、何グラムぐらいなのかなってね、測っておきたいと思います。よいしょ、 8.7 グラムって出ましたね。じゃあこれでね、ブランクスにくっつけていきたいと思います。じゃあね、ロッドの方を作っていきたいと思うんですけど、まずはね、これね、グリップの部品とのここですね、ここがね、届いた状態だとね、すっぽりとはまらない、ね、ここをちょっとやすってですね、ちょうどいい感じにしていく、ね、使うのはこういう薄いね、番手のヤスリ、まあ、切っておもむろにこんな感じでハマるようになれってね、こうちょっとね、やすってあげる。これ削りすぎるとね、ちょっとね、スポスポになっちゃうんで、まあちょっと削っては、試してみてね、を繰り返して、ね、出して、もうね、ちょっと入るようになってきたね。お、まだ出てきて、あ、やめろ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 、いい感じじゃないですかね。程よいところまで入るようになったんで、はい、OK。で、これこっちとこっちでもね、違ったりする時があるんで、あ、これは大丈夫ですね、いい感じ。これ以上削っちゃうとちょっと緩くなっちゃうかなってラインなんで、はい、これはまずね、OK でございます。はい、
そしたらね、竿のこうスパインをね調べて、コリコリ、ここら辺かな、コリンコリンってなるね、間っこ、こうブランクスが巻かれていって、それの端の部分ですね、そのシートの端の部分がどうしてもね釣り竿ってできるんで、そこの強度があるところないところとかね、あとはこう投げる時にそのまっすぐね振り抜けるかとかに関わってくるんで、コリンコリンってなるのの間っこの部分ですね、こう調べて、こんなもんかな。で、このトップガイドをつけていくわけなんですね。クイックファイブ、これでね、ガイド、トップガイドをね取り付けていきます。5分でね、硬化するこうエポキシのね、ボンドっていうことで、これがねサクッとね、接着が完了して仕事が早いので、まあ、ガイドだけつけるので1対1でね、ちょびっとだけ出してね、じゃあね、早速ガイドをくっつけていきたいと思います。まあ、こういう針金の端材があるんで、これで持ってやっていきますね。中にタップをつけて、ブランクスの方にね、ちょいちょいと、接着入れていきます。こう回転しながら、ね、行き渡るように、これでね、いいところにね、はまったんじゃないかなっていうことで、しばらく乾くまで待ちたいと思います。これをね今回試したくて、イージースレッドエスケルタイプのね透明っていうね、面白いですよね。一見こう白い感じで見えるんですけども、仕上がりはですね、このコーティングがつくことによって非常に光沢のあるなんていうか、まあ、透明みたいなね仕上がりになるっていうね、こういう、スレッドがあったんでちょっとね買ってきていました。で今回ねこの作っている竿にはこちらのね、スレッドで、巻いてみて、おいでもって、どんな感じにね仕上がるのか試してみたいと思います。これね実はね作っている竿の設計図なんですけども、まあいろいろ試してみてるんですけど、トップガイドからのね長さですね、こんな感じでやりますよっていうことで、で目安で作ったんですけども、前回作った竿だと若干ねバットの方まで、あーなんていうか、ガイドが来ちゃったんでね、ちょっと詰めれるところはね詰めてね、今回はね組んでみようかななんていう。はい、で、早速ねこのガイドをつけていくんですけども、ちょっとねここの足の部分ですね、ここをね少し削って、そのスレッドのノリがね良くなるように、やります。ちょっと地味な作業なんですけども、使うのはねこんな感じのねヤスリで、こう付け根の段差をなだらかにね
することによって食いつきが良くなって、ね、結構ここの段差が急だとですね、スレッドを巻いていってなんかちょっと隙間ができちゃったりするんですよね、そうならないようにこう事前にねちょっと軽く削ってあげます。あとここがちょっとね、ザラってなることによってなんというかスレッドがキュッキュッキュッとね滑らなくね、綺麗に巻けたりするので、こうですね、ちょっと今だらかに。はい、じゃあね、早速ガイドを取り付けていきます。事前にね全部こう並べてつけてそれから巻くっていう感じでもあるんですけど、自分一応設計図があるんで、トップガイドから何センチぐらいだなって目安をつけて、あとはねまっすぐね、間違えないようにつけていけばっていう感じで、まず最初はですねトップガイドから8センチ、ね、こんなもんだな。早速ね、イージースレッドで巻いていきたいと思います。イージースレッド、こんな感じですね。綺麗なスレッド。イージースレッドのすごいところが、なんか最初の食いつきがいいんですよね。だからこう、余分に巻くところを非常に少なくスタートできるんで、っていうことはスレッドのところが小さくなって、ということはその後のコーティングした時なんかもなんていうんですかね、余分にエポキシを広域にわたって塗る必要がなくなるんで、すごいね軽量化にも役立っちゃうと思う。でこうね絶妙にね帯状に潰れながら巻けていくので、重ねて巻いたりしてもですね綺麗に仕上がっていくんで、通常のそういう潰れないやつと比べて考えると、なんというかラフに巻ける、多少重なりつつグリ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 って巻いていっちゃっても大丈夫なんで、はいはい、であれ黄色入れて、はい、巻き上がりました。絶妙にね力を入れてね巻けるんで、こう片足しかつけてないけどね、すごいこうなんていうか、まあもう片足だけでね、取れない、丈夫に巻き上げることができました。結構
ふわっとねラフに巻き出したように見えると思うんですけど、そこからギューってね平たい力をね入れながらね、なんかねほんと不思議な巻き心地なんですよねこれね。うん、巻けばねお巻きやすって感じなんですけど、そういう感じでね、巻いて、まあこんな調子でね、どんどん巻いていきます。
はい、巻き上がりました。こんな感じですね。とにかく巻きやすいっていうところと、ちょっとねラフにね重ねて巻いても OK よって、こう平たく潰れていくんですよね糸が。でこう重ねたりしてね、巻いていけるのと、あと巻き始めのところがねすごいねキュッとね決まりやすい。だから、スルスルスルーっとですねこう巻けていく、巻き出しが巻きやすいっていうのと、巻いている最中は結構こう糸が潰れていってね非常に巻きやすいスレッドっていう感じですね。じゃあねこれをね早速、コーティングのね準備もできたんで、塗っていきたいと思います。何度か塗ってね、でこれ今白っぽく見えてますけど、全く透明っていうことにはならないんだと思うんですけども、どんな感じでねエポキシを、塗るとなるのかねやっていきたいと思います。この受けのところにね、スレード目のマスキングを貼って、でトラブルがないかテストして、はい、でねこんな感じのエポキシをね使っております。これをね1対1で均等に混ぜて塗っていくんですけども、最初はこのスレッドに染み込ませるイメージでね、ちょっとねシャバシャバに薄くしたものをねちょっと塗っていきたいと思います。こういうね注射器で等量ずつですね石を入れて、でよく混ぜて塗っていきます。最初のはねちょっとシャバシャバにするためにね、ちょっとこういった薄め液で少しねゆるい感じにして、こうスレッドにしっかりと染み込ませるような、そういった配合にしていきます。
これをよーくよーく混ぜて、ここの混ざりとか配合とかが間違っちゃっていると、一向にねもうずっとね待っても待っても固まらないっていう感じになるので、もうシャカシャカシャカってもうとにかくよーく混ぜてエポキシを固まるようにしていきます。で混ぜたらね、ちょっと気泡が混じってるんで少しだけね、置いてその泡をね落ち着かせて、それで塗装開始です。はい、じゃあ塗っていきます。さあ透明になるのか。先を使ってスレッドの繊維に染み込ませるような、そんなイメージでつけちょっと毛羽立ちみたいなね、処理の毛羽立ちがあったら、まあ、これで固めて、それでちょっと削って、でまた、きれいに整地してから仕上げていくので、とりあえずはちょっとしたちょびとかを気にせずに、まずはスレッドをコーティングするみたいな1回目。はい、塗り終わりました。じゃあね、1回目終了。これで乾燥させて、ちょっとねはみ出たところというか、こう毛羽立ちみたいなのを鳴らして、さらに塗り固めていきます。だいぶねクリクリ回して、乾いてきたかな。ここでね一回止めて、わあいい感じですね。でこの1回目が終わったところでですね、糸の端っこの部分とかね、ちょびっとボコッとなってるとことかを軽くならして、一度塗りしてね、こう糸の出っ張りとかをね除去した状態でございます。だいぶね気になる毛羽立ちみたいなのとかはカッターでねコシコシやって、落ち着いたんじゃないかなと思いますんで、じゃあ早速ね、仕上げのエポキシ塗っていきたいと思います。よいしょ。あんまり厚ぼったくするとね、なんかね変な風に垂れちゃったりする時
し薄めて塗りながら粘度を上げていくつか、なんつうんですかね、そんな感じです。であんまり少ない量少ない量ずつでこの配合すると許容範囲が狭いっていうか、なんかしっかりと固まるね塩梅にならない場合があるんで、今はね 1.5 対 1.5 に薄め液を 0.8、0.6 ぐらい足したような、そんな感じでちょっと混ぜた時点ではシャバシャバな感じ、そんな感じの配合にしております。で混ぜたらこれちょっと5分ぐらいね置いて、そうすると泡がなくなっていくんで、それから取り出したいと思います。そしたらね今ね5分ぐらい経ってだいぶ泡もなくなったんじゃないかなっていうことで塗ってきます。おはようございます、釣り子 TV です。今日はね自分好みの理想のグリップを作ろうっていうことで、これねカーボンパイプなんですけども、これにいろいろな部品をつけてですねお気に入りのグリップを作っていこうっていうことで、こっちのね、メインのね竿の方は今ガイドをつけてですねラッピングして、そんでもって、エポキシコートしている真っ最中です。まあこれが一番ね時間がかかる工程なんで、この作業を進めながらこっちね、グリップ部分を作っていきます。じゃあね、まあなんだろうか、まあこういう感じでねいろいろグリップの部品があるんですけど、こういった飾りのですね、アルミパイプとか、そのメインになるねこれねグリップ部分とかね、こういった飾りの部分ねいろいろあるんで、やっていきたいと思います。でね今回ね前回 EVA で作ったんですけども、ちょうどいい感じのね、コルクグリップがあったんでこれ買ってきてみたんでね、これをね使ってこさえていこうかなと思いまして、はい、綺麗なコルクで、イメージ的にはこうなって、こうなって、こうなってっていう感じなんですけども、ちょっとね長さを調整しなきゃいけないかなというところと、あとはですねこのここのね穴の大きさと、ここがこうはまらないようになってるんで、まずはねここのね穴を広げようかなっていうことで、電動工具とかあればねあっという間だと思うんですけど、自分はこんな感じでカーボンパイプにヤスリをくっつけたものね、これをこういう感じでグリグリやってね穴を広げようかなっていうね、まあちょっと地味な作業なんで、まずはねこれをねグリグリやって、そんでもってね穴を広げる作業から開始します。まあなんですかね、この夜の帰ってきた後の時間とかにですね、お酒なんかを片手にね、こう自分好みの竿をねこさえていくっていう、こんな感じの楽しみ方がいいんじゃないかなと思うんですけども、これねジャストエースの圧縮コルクのなんだろう、エンドキャップみたいなやつね、はい、こういう感じで、ね、グリグリとやってまずは穴を広げていきます。はい、穴をねグリグリ広げて、これでねここのパイプにこういう感じでエンドキャップがね、ちょうど
収まる感じになったんで、これにパーツを仮組みして、エンドはまあ赤いリングがいいかなとかね、コルクグリップね、いいねって感じで、でここにもう一個飾りのこういったアルミのメタルパーツを入れて、でこれに富士のねこのグリップを装着して、でここのところを綺麗に最後仕上げたいんで、まあこういう感じのまたアルミのパーツを入れようと思ってるんですけど、微妙にこうねちょっとね隙間ができちゃってるんで、この長さだけカットしちゃおうかな。前回グリップ作った時にちょっと長いかなと思ったんで、およそどんぐらいなんだろう、ちょっと待ってください。微妙なんですけど、およそ4ミリぐらいねちょっと短くしたら、ちょうどいい感じになりそうなんで、ちょっと微妙なんですけど、この長さ分だけねちょっとカットしたいと思います。はい、カット。あら、ぴったりね。はいはいはい、もろもろ微調整してね、ちょうどいい感じに収まりそうですね。はい、じゃあ仮組みは完了で、次ね、あの微妙にこのブランクスと、なんだろうか、コルクのほぼね隙間ないんですけど、もうちょっとだけ隙間をなくしたいかなってことで、そうですね、マスキングテープでアーバーの代わりにですね、ちょっと厚みを、傘をね増そうかなと。まあでもほぼほぼぴったりなんで、全部が全部じゃなくて、ところどころに補強代わりに入れる感じでいいかな。こんな感じ。これで遊びが幾分かなくなってくれれば、あ、いい感じですね。すっぽり振って、銀を入れて。カチッとしてる、カチッとしてて、これもカチッとはまれば、ああいい感じっすね。そんなに遊びのない感じになりました。じゃあこれで接着していくんですけども、ここでさらに、これがあのマスキングテープ紙ですからね、これで固めてもこの紙の部分がふやふやになっちゃうと、なんだろう、緩い感じになってしまうんで、瞬間接着剤でねこう固めておいてっていうところですね。瞬間接着剤をこれに塗りたくって、このベースになる部分をしっかりと固めてあげて、はい、クイックファイブね。これすぐ固まって便利ですよね。これでちょっとまずはなところを。接着していきたいと思います。2期生なんで、1対1でね出して、そんで混ぜてって感じですけども、
はい、グリップがね出来上がりましたよ。乾かしてね、コルクグリップ仕様で作ってみました。で、これをね、つけるブランクスはねこっちでね作っている最中なんですけど、このね今作ってるね竿のいいところ、これね先代の EVA で作った、竿なんですけども、このね、径がね、一緒だからね、刺さるはずなんですよね。あ、うん、大丈夫っすね。はい。おー、いい感じ。ね、こんな感じで、これは、100g ぐらいのね、ルアーをね、ビシバシとジャーキングする竿なんですけども、まあ、気分によって、こんな感じで、コルクグリップね、してみたり、はたまたこれね大元で最初に作ったやつなんですけど、よいしょ、こんな感じでね、やったりね、いろいろ気分に合わせて、付け替えることができちゃいます。でね、このままで全然 OK なんですけども、前にこっちの竿をね作った時にね具合の良かったここのパーツをね、作っていきたいと思います。はい、使うのはねこんな感じの、ジャストエースのですねこういったパーツが売ってるんですよね。でこれだけだと作れなくて、あとねこれ、富士工業のですねこういった、部品が売ってるんですね。開けてみると、こんな感じね、ここのね色がねいくつかねお気に入りの色で選べるんですけども、こうなって、こうなってって感じなんですが、ここがねいろいろな、フロントをつけられるようにねちょっと長く設定されているんで、これをね測って切ってそんで接着していって、それでね作ることができます。ではね、早速工作していきます。マスキングで目印をつけて、それで持って、よいしょ。はい、スーパーダイザー。この部品ね、必要ないところを目印をつけて切っていきます。ちょっと大きめに切って、で、ヤスリで調整って感じですかね。はい、短く切りました。これにこう切って、こうはめるんだけど、ちょっとね大きめに切ったんで、ここちょっとね短く削り込んでいきたいと思います。はい、これね、ちょっとノコギリで切って削り出したのにこうはめて、はい、ぴったりね、ちょっと微調整をして、ぴったりと合うようになりました。じゃあこれをね接着していきます。クイックファイブですね、これ5分効果のエポキシボンドっていうことで1対1で混ぜていきますよ。1対、5分効果なんでね、ちょっと素早く固定していきます。よいしょ、ではめておきます。ちょっとはみ出そうか。
マスキングテープでしっかり固定。じゃあ効果を待ちます。はい、5分経ちました。5分効果だからね、接着剤も早く乾くということで、じゃあ開けていきますね。どんな感じか。はい、できました。こんな感じでね、メタルパーツの締まった感じの、なんだろう、フロントのね、スクリュー部分ができました。これね、コルクグリップの新しく作ったね、グリップ部分、要はまあここのパーツなんですよね。これをこうやって外して付け替えるだけ。おお、いい感じ、いい感じ。まあちょっとこんな感じになるわけですね。だからなんというか、こういうグリップジョイントでこのパーツがね、外せる竿なんかだとこういう感じでちょっとね、パーツを買ってくるだけでね、なんだろう、自分好みのグリップなんかにチューニングできたりするんで、こんなパーツつけるとね、引き締まった印象になるんじゃないかなと思って、作ってみました。この感じでいこうかな。はい、というわけで、本日の釣り工 TV は、こちらね、ジャストエースから出ているこのね、メタルのね、パーツね、これを作ってみたら引き締まった印象の竿になったぜ、こういった動画でした。はい、釣り工 TV でした。また会おうぜ。はい、というわけでね、竿を作ってきたんですけども、完成しましたね。はい、プランクス部分もね、乾燥したんで、早速ね、イージースレッド透明のタイプどんな感じなのか見ていきたいと思います。こんな感じなんですけど、わかりますか、こうフットのね、こう金属の部分がしっかりと見えているんじゃないかなね。こうしてみると、あーなんだ、ちょっと白い感じが残ってるなーって風に見えるんですけど、まずはね、こんな感じでどうでしょうか。見えております、透けております。こういう感じで見ると分かりやすいですかね。このね、フットの金属の部分がね、こう見えてる感じですね。なんか面白いですね。どういう出しどころなのかな、どういうところでこの透明が生きてくるのかなってね、まあいろいろ考えているんですけども、まあこんな感じで備え付けられているよっていうのはね、よく見えるんじゃないかな。まあとにかくね、巻きやすいスレッドなんで、なんかちょっと人と違った感じのね、餌を作りたいなんていう時なんかにいいんじゃないかな。でガイドはですね、これステンレス SIC のものですね。これを、巻いてですね、そんでポキシで、コーティングして、まあここがちょっとスレ止めなんで、取ってしまうんですけど、じゃあ早速ね、グリップ部分と合わせていきます。さあ、いよいよ完成でございます。スポット、はい、どうでしょうか。完成ねえ、どんな感じの竿なのかな、楽しみですけどね。前回ね、作ったやつよりもちょっとね、柔らかめの竿なんで、なんだろう、アマゾンペンシルとか、そういったのを使いやすいんじゃないかなってね、そういう感じのブランクスで、組んでみました。いい感じですね。で、前回こさえたのがこんな感じでね、2つ並べてみると、ちょっとだけね、グリップを短くしたんですよね。ほんのちょっとグリップをほんの何センチかね、部品の関係で短くして、で、ここの握り込みの部分はね、同じサイズで作ったんですけど、だいぶ印象変わりますね。黒で引き締まった感じと、あと
まあこのコルクのね、まあ使ってるうちにねこう味が出てくるんじゃないかなと思いますけど、まあコルクグリップとででこれねちょっと、まあ、せっかくなんで見ていくと奥の方が SIC のステンレスフレームで手前がチタンのトルザイトガイドですね。じゃあちょっとねせっかくなんでいろいろね重さ測っていきたいと思うんですけど、まずこのコルクグリップね、これが 112g なんですけども、ほぼね同じ長さで仕上げてあるんですが、こっちの EVA グリップだとおよそ 121g ってね出てますね。こんなねやっぱね、コルクの方が軽いんですね。112g 台で EVA の方は 121g ですね。ほぼほぼこれね長さとかね一緒に作ってたつもりなんですが、だいぶここに何使うかで重さが変わってくるんだなっていうところで、で、これがね今回、作ったねブランクス部分でSIC のステンレスフレームのもの、これがね 46.3g、 46.3g で、ちょっとこれが軽いルアー用ねなんですけども、前回作ったやつはこれなんですが、トルザイトのチタンね、まあチタントルサイトですね。これだとね 47g、 だいぶねこっちの方がね、太くて丈夫めのブランクスなんですけども、まあチタントルサイトを乗っけていて結構軽いなって印象で、でブランクス部分をちょっと細身ので仕上げたんですが、こっちはねSIC のステンレスフレームっていうことで、およそねブランクス部分はねだいぶねこれ丈夫さ太さはよく見ると違うんですが、まあチタンだ SIC だトルザイトだってね、いろいろねステンレスフレームだってね、使い分けたところ、およそ同じ重さにねブランクス部分は組み上がりました。で、まあこっからその組み合わせの話なんですけども、今回ねこれコルクグリップの柔らかめブランクスに SIC ステンレスフレームを使ったところ、トータルで 155g っていうね、竿になりましたと。で、これねお気に入りで使っているちょっとね重めのルアーまで添えて、で EVA で仕上げてあるんですが、ガイドのところはですねチタンのトルザイトで仕上げたよっていう、トータル重量は168.9 ね、 168.9 で 157.1、 まあだいたい想定の範囲の重さかなっていうことで、はい、重さについてですね。というわけでね、こういろいろなね、部品とか気になっていたパーツを使って竿が組み上がりました。これをね早速実調の方に持って行ってね、あんなルアーやこんなルアーをね、投げて、いろいろとね試していきたいと思います。まあこっちはね、ちょっと軽めの、自分の中では軽めの、ルアー一式を投げる、専用竿、そしてこちらは、まあ、100g 前後ですかね、ちょっと重めのペンシルベイトとかをね、ブンブン投げる、そんな感じで、2本仕上げてみました。まあ冬のねこれからのなんというかオフシーズンね、まあ、
全然オフシーズンじゃないよって方もいると思うんですけど、こんな感じで自分のお好みのね、部材を仕入れてね、竿作りなんかにチャレンジしてみたらね、今こういう面白いスレッドとかもありますんでね、楽しいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちらね、竿作りっていうことで、まだ名前も決まってないですけども、コルクグリップの、ステンレス SIC で、話題のイージースレッドのね、透明っていうのを使って、竿をね、組んでみて、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。おっしゃ、出た。確かにアマペン過ごし。アマペン変えたら一発でしょ。サイズ感がこっちなんだな。はい。あ、いや、これいけそうっす。いけそうっす。いけるやつでした。アマペン、ピーシュ。イエーイ。おっしゃ、出た、食った。食ったー。よっしゃー。よっしゃー。ふふふ。おいや嬉しいな、地元沖で釣れてくれたか。まだ釣れてないね。まだまだこれブーンとか言ってあーって言って終わっちゃう。いや今出たのも見えたんだか見えてないんだかだったんで。はい、でいや多分ちょっとワッキー気味なのかもしれない。まあちょっとこんな感じです。ワッキーさん、ちょっと頭よ、あ、いけますいけますいけます、ありがとうございます。イエーイ、長い長い、元気逃がしてあげて、こんな感じで釣れております。じゃあ引き続き頑張ります。